第二章テレワーク時代の管理職ですこのテレワーク時代の管理職としてあなたが求められていることは何でしょうかこういった質問を投げかけていますこれに対していろんな回答があります今求められている管理職というのはこういったことがあると思いますまず成果を上げることこれは当然ですよねさらには部下の成長を促すということ そして離れていてもリモートでも部下をマネジメントできるかどうかそしていろんな立場の人とコミュニケーションができるかどうかそしてまた不祥事を起こさないこれは自分自身もそうですし職場の上司としての部下管理ということにもつながりますそして部下の勤務状況を把握しているこれは別にいつ出てきていつパソコンから離れたかこういうことじゃないですよ。どんな成果を上げているか どういう仕事を持っていてどういうことを悩んでいてどういうふうなプロセスで今仕事をしているのかということです。そして自己革新を図っているかどうかそしてさらに自らを常に成長させているかどうかこういったことが期待されていると思いますけどいかがでしょうか。でででもももテレワーク前の管理職どうししたたたかかねととても忙しかっっんです私もタイムマネジメント研修を行きに ある上場企業の子会社の人事課長がお越しになってました「もう普段から忙しくて忙しくてしょうがないよ」とこういうふうなことをおっしゃってたんですけどもその方の1週間の仕事の中身をこう書いていただくともう会議打ち合わせ寝回しそして上司からの相談これが結構多かったですね。はい、そしてまたた上司へのの対応ととかかか部下からの相談を受けたい、まあ、通勤時間とか 半コース作業こういったものに結構時間を取られていたというふうに言っていらっしゃいましたこういうことが忙しくなると考える時間がだん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 減ってくるんですねそうなんですで、考える時間が減ってくると自己革新ができないわけです言われたことをやるだけルーチンワークをこなすだけだったとおっしゃってましたでもこういう管理職がコストコロナの時代 組織を変革に導いてそして部下を育ててそして成果を上げていくことができるでしょうかかなだ疑問ですでもこういう上司たくさんいるんですよね、はい、なかなか物事を決めてくれないとか自分の責任じゃないからということに逃げるとかその自分の上司の上司を見て顔色を伺ってですね仕事しているとか検討します これ前向きな言葉じゃなくて何もしないということの言い訳の言葉として使っている場合なかったでしょうか。つまり上司がが決断してくれなないいと仕事が前に進まないんです対面だったら何とか押し切ることができてもリモートだと押し切ることができないので仕事がどんどん溜まっていっているそんな現状はありませんかですのでこれからリストされる人はこういう要素だというふうに言われています私もそう思います。 1一つ目は IT リテラシーが低くてじゃあその低いことでこれから学んできゃいいんですけどねそれを学ぼうとしない人です私も LINE なんか始めたのはつい3年前ですいやあんなコミュニケーションツールいらないよと思ってたんですけども今ではもう経営者仲間とコミュニケーションをするときに LINE がとても便利だなくてはならないツールになってます学べばいいんです2つ目は終時月次の目標達成に向けて自ら リスする自律的な働き方ができない方がリストアされますつまり成果が出てないということです三つ目はテレビ会議なので存在感が薄くてじっと黙ってるあるいはコミュニケーション能力が低いこういう人です四つ目はテレワークをするのはいいんですけれどもそこで法連想これは組織で仕事する上でどうしても必要なんですけれどもこれがうまくできない人そして五つ目は管理職として 部下の仕事の進捗状況を管理できてないとかあるいは指導助言これが適切にできていない人こういった方々もちょっと困った人だなということでリストラ予備軍にななっていいくのではないではしょうか私はリーダーの責任と役割というものは組織に縦横十字の流れを作るということを申し上げておりますそれを経営者の右腕としててやっていくわけです。 管理職になれれば縦の流れ経営者上司からの方針を職場メンバーに落とし込んでいくこと他の職場あるいは外部の関係者とスムーズな連携をしていくということが大事になってきます。これができないい人人は存在感の薄い人ということになります。つまりリーダーの責任と役割が変わってきます。 これままでのここことととは、は今更私が申し上げることはないと思い思す。これからは成果と部下支援この2つにより着目していかなければいけないということですそして働き方はプロジェクト活動あるいはリモート勤務こういったことを前提として考えることですそして大切なのは会社に行って長い時間席に座っているということよりも変化対応力 これが問われます。そして多様な部下とフラットな関係を結んでコミュニケーションができるかどうかです。上から押さえつけるとか、経験の長いことを自慢する、それだけが権力の源泉になっている。そういった上司は淘汰されていきます。そして成果が上がれば当たり前じゃないです。成果上げてあありがとう。これは多くの人がやりますけども。 あなたが存在してくれてありがとうと言えるかどうか、こうしたリーダーにこれからの人はついていくようになると思います。ですので、リーダーがなすべきこと、五つあります。一つ目は職場を奨学するということ。二つ目はメンバーに方向性を示すということ。三つ目は方向性を示して動機づけをすること。そして四つ目は実際にメンバーを動かして、 成果を上げるということそして五つ目は自らの上司を補佐していくことこれができる管理職は強い管理職どんな職場においても成果を上げることができるポストコロナの管理職ということができましょうそして部下を支援するときにはただ単に仕事を指示するだけでは足りません経営方針とかチームの目標をちゃんと共有して実際に浸透させるということこれが一つ目です二つ目は部下の状況をちゃんと見ること そして3つ目は部下と信頼関係を結ぶということそして4つ目は上司自身の強みそして持ち味を生かすということですこの持ち味の診断は私のサイトからできますあるいはそうしたサービスを提供しておりますつまりスキルスキルと言いますけども大きく3つのスキルが必要なんです1つ目はテクニカルスキルですここれがこれがまででの日本では 非常に重視されてきました実際に職場で手を動かして背をかけるでもこうしたスキルというのは若いうちあるいは会社での地位が低いうちは当然求められる範囲は広いんですけどだん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 職位が上がっていくとその割合が減っていきます。これからの時代はヒューマンスキルこれが非常に重要な要な素を占めると思っています人間関係調整力あるいは一緒に人と働く能力ということです。 これは若いうちもある程度必要になりますけれども職位が上がっていくとこのヒューマンスキルの割合がどん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 高くなっていきます。そして3つ目がコンセプチュアルルスキルですこれからの時代何が必要なのか今自分の職場で何が求められるのか今後どうして,い,い,うしていけばいいのかということを本質的に考える能力これをコンセプチュアルスキルと申し上げますけどもこの能力は特に経営者 あるいは上級管理職になれれば必須のスキルと言われます特に私はこのヒューマンスキルこれが全階層にわたって必要となってきますそしてポストコロナの時代リモートでも一緒に働くことができるためにはこのヒューマンスキルを伸ばすことが大切だということをお伝えしておりますそしてコンセプチュアルスキルはこの目的思考ということになります 目的があって目標があって中間目標があって現在があるこれを一つの例えば円錐形として見た場合にどの階層にいてどういうふうなことが関係しているのかこの円錐を輪切りにした形で考えていくことができるこれがコンセプチュアルツキルということになりますそしてこの目的思考と自我思考ですね 自我指向というのはこれまでの管理職目的指向というのはこれからの管理職というふうに見ていただければと思いますこの目的指向ができる上司でないと部下はなかなかリモートで働くことが難しくなります